ラーメンデカの小川大平です。新年明けましておめでとうございます。昨年11月19日から始まったラーメンデカ2021年を迎えることができました。私は今年年男でもあります。大好きなラーメン、うまいラーメン店を探して今後も厳しい取り調べを続けたいと思います。よろしくお願いします。